ドアカットの様子を今治上電車内から見た、ホームホームドア設置後のホーム区本仏駅は、東京都世田谷区奥沢7丁目にある東急、電鉄大井町線の駅である。駅番号は、OM11。島式ホーム1面2線を有する地上駅。駅舎、改札は1カ所のみで、プラットホームの自由が丘側に連続し、上下線に挟まれた場所にある。駅の両端に、踏切があり、 ホーム油校長は4両編成分しか確保されていない。そのため、二子玉川より1両のドアを開けることができず、ドアカットが行われる。なお、当駅でドアの開かない大井町線確定用編成の歩行者には、ステッカー等で案内がされているほか、当駅到着前にアナウンスが行われている。二千十三年二月十四日には、戸越公園駅のドアカット解消に伴い、 当駅は東急で唯一のドアカット実施駅となった。2018年に設置されたホームドアも4両分のみの設置となっている。2009年秋頃にはホーム上に小山台駅同様のスレッドラインが設置され、急行電車通過時のみ点滅する仕様となっていたが、ホームドア設置に伴い運用を終了した。2020年度の1日平均乗降人員は9715人で、 ある。近年の1日平均乗降乗車人員の推移は、下記の通り。東急バスが、区本物駅前バス停を、駅北側に設置しているが、休日の夕方に、下記の路線バスが一応往復発着するのみである。2018年3月末までは、田園調布駅と世田谷区民会館を結ぶ路線が1時間に1から2回程度運行していたが、廃止となった。 ありがとうございます。